様、こんにちはわ。こんばんわんこ。チワランドです。チワランドの嫁です。今回なぜ一人かっていうと、兄さんが夜勤明けで一緒に行くって言ったら、休みたいっていうことで、ずっと前からやりたかったことがあって、私一人とチワワ旅ということで、とりあえず今から夜過ごす道の駅に向かってるんですけども、ちなみに2個なんですけど、こうやってハーネスに固定して、ここもシートベルトで固定してるんですけど、私が助手席に乗るときもちゃんとシートベルトで固定してるので、そういった対策はしております。2個いくよ。せーの。レッツチワランド。せーの。レッツチワランド。ということで準備ができました。とりあえず今からご飯にしていきたいと思います。一人だと動ける範囲が広いのでいいですね。2個も落ち着いてます。今が外が 3.8 度、中が 11.8 度です。2個にも犬用のヒートテックがあるので着させてるのと、その上からスキーウェアを着させてます。そして下にはヒートマットを敷いてます。今からご飯炊きます。よいしょ。さっき道の駅で買ってきた勝浦さんのメバチマグロです。道の駅閉まる前だったので3割引きになってます。ラッキー。こちらも勝浦さんの生ビンチョウマグロなんですけど、こちらはなんと半額です。税別で258円の半額なのでめっちゃお得ですね。しかも勝浦さんって美味しいので間違いないですよね。またマグロなんですけどね。2個は年値中です。こちらなんですけど、ちょっと石川県に行く予定がございまして、石川県のフォロワー兼視聴者さんにいただいたんですよ。お会いできてすごい嬉しかったんですけど、いろいろ石川のものをねたくさんいただいて、その中でこのビールもいただいて持ってきました。本当にありがとうございます。これで乾杯します。それでは今日私一人でみーさんはいないんですけど、チワランド嫁と寝てるニコと皆様で乾杯しましょう。乾杯。皆様お疲れ様です。うまい。このビール美味しいです。美味しい。このマグロいただきます。うん、うまい。うまい、うまい、うまい。明日ちょっと私の行きたいところに行って、明日も帰りこの道の駅寄るので、みーさんにはその時お土産で買って帰ります。何回も言ったんですよ、一緒に行くって。さすがに夜勤明けで疲れてるみたいで、疲れてるって言いながらアニメめっちゃ見てました。マグリ中です。うまい。もう一杯。オーマイガー。マグロ美味しくいただきました。ダイソーさんのミニジンギスカン鍋、税込み550円です。これずっと欲しかったんですよ。どの店舗探しても全くなくて、人気商品なんですかね。で、ある時行ったらやっとあったので即買っちゃいました。行ってみよう、やってみよう。やーったやったったったできた、やーっとやっとっとっとできた。知ってますかこの曲。牛塩、塩味がついてるみたいです。お、牛タンがでかい。はいはい。牛タンいただきます。うん、おいしい。うまビール。あ、おいしい。ご飯炊けたくんです。このたけるくん、ほんとおいしく炊けるから、キムチも持ってきたんだ。ご飯にですね、こう乗せて。最高。おい。うん。うん、うまい。あんまり煙が立たないのが分かったので、このジンギスカン鍋が小さいので、一人用にもちょうどいいです。おいしい？おいしいかい？ダイナミックタレがなんか有名みたいなんですよね、和歌山で。
これめっちゃ美味しいです。復刻版みたいです。皆様のご要望が多かったので、復刻版になったみたいな感じで言ってました。ダイナミックタレイ。一人一チワワ車中泊も最高ですね。楽しい。外は今1.8度です。中は十分あったかいです。2個も震えてないです。ご飯進むくん。キッチンペーパーと除菌シートで綺麗にできました。ニコがリンゴ大好きなので。よし。とりあえずいつでも寝れる準備はできました。ふーちゃんなんかほら書いてますよ。ふーちゃん今ね、一蘭のオーダー表を書こうとしてました。麺の硬さとか。ラーメン前から失礼いたします。お待たせいたしました。ではごゆっくりどうぞ。ふーちゃん食べ終わってる。まさかこれは。替え玉だ。替え玉お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。ちなみにこのかわいいふーちゃんの編みぐるみのお問い合わせ先は概要欄に載せておきます。そこから購入できます。おはようございます。布団から出たくないです。ニコはこの中にうずくまって寝てるんですけど、顔は外に出てるので顔だけ寒いです。気温は今中は2.7、外は6.8ですね。今はまだ曇ってますね。とにかく寒い。ごめんごめん、出てた。さすがに。かわいい。換気をしながら湯あたりのカセットガスストーブを少しだけつけてます。チキン温めます。こちら以前に天幕のランタンのことを教えていただいたフォロワーさん兼視聴者様ですね。インスタで紹介されてたんですけど、これも美味しいみたいなので、いつも気になったらここに売ってるよとか教えていただけるのでありがたいです。ありがとうございます。チキンにも味がついてるので、このぐらいにいいか。ドーン。2個目。たっぷり。サンドさせました。コーヒーを入れるのでお湯沸かします。こちらブルーノの電動コーヒーミルなんですけど、ミニクーパーチャンネルさんっていうチャンネルで紹介されてて、すごい良さそうだったので、ミニクーパーチャンネルさんの車中泊アイテムは魅力あるものが結構あるので、ぜひぜひご覧ください。手動で引くのもまた味があると思うんですけど、やっぱり電動の便利さに惹かれてしまいました。コーヒー豆なんですけど、以前京都車中泊の時に購入させていただいたこのコーヒー豆使います。こうやってここがフィルターになってて、この下がタンブラーになってるんですけど、ここに電動で引いた豆が落ちるというシステムです。すごいいろんな分解の仕方があって、香り、豆の香りだし。ここを押します。
これめっちゃいいんですよ。ローストビーフとかそういうのもすっごい綺麗に切れるので。パカーン。これちゃんと萌え断になってますか？ここにつばがあるので、こうやって引っ掛けて入れていきます。いただきます。うまっ。おいしい。このソースがおいしい。おコーヒーもいただきます。おコーヒーも最高です。これに乗りたかったんです。めでたい電車、こちらは7ですね。7というめでたい電車です。ニコ。買った揚げパンのお店すごい人気で、サーターアンダギーも買いたかったんですけど、サーターアンダギーはお昼頃行ったんですけど売り切れてるとのことでした。すごい美味しいで有名なので、こちら桜あん揚げパンいただきます。美味しい。たくさん売れるの分かります。海がめっちゃ綺麗。先ほど肩でも人気のマンコウ商店さんっていうところに行ったんですけど、ワンちゃんはテラスは OK とのことだったんですが、テラスが今日ちょっと寒いかもしれないっていうことで、それを元から想定してたのでスタンレーの水筒を持ってきてですね、マンコウ商店さんで大人気のわさびスープをお持ち帰りで水筒に入れてもらいました。このわさびをそのスープに好みに入れながら飲むものらしくって、例えばそれで鯛のしゃぶしゃぶしたりとか、うどん入れたりとか、そのままスープとして飲むこともできるみたいです。ちょっと今スープにわさび入れて試しに飲んでみたいと思います。ミーサーにも持ち帰りたいので一杯だけいただきます。こんな感じ、鯛の骨で出汁を取ってるみたいなんですよ。
ちょっとわさび入れるところ取れてなかったんですけど、めっちゃ美味しいです。これ絶対おすすめです。ニコと2人での初めての車中泊旅だったので、すごく思い出になりました。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。